フータの孫は今千葉市動物公園全部で3頭飼育していて、このミーとお隣のメイタと、あと一番端っこでご飯を食べていたユウという子が1歳違いの3姉妹全部メスになります。そしてユウと一緒に暮らしているメイメイ、メイメイがその3姉妹のお母さんにあたります。でメイメイとこうペアを形成したこの子たちのお父さんのお父さんがフータというような関係になります。なので結構この3頭はフータの顔の系統を継いでるかなと私は思っていて、フータは結構なんでしょう、こう図鑑に出てくる正統派レッサーパンダっぽい顔をしているので、この子たちもなんかそんな感じをかなと個人的には思っています。ところでレッサーパンダのフータというと向こうに家系図貼ってあるんですが、大変たくさんの子孫がいます。子供もたくさんいれば孫もたくさんいて、その孫がまた子供を産むのでひ孫やしゃご、その下もいるはずなんですけれども、それぞれいろんな動物園にお嫁さんお婿さんに出ています。ではお嫁さんお婿さん行き先どうやって決めるのかというと、レッサーパンダ野生では大変数を減らしている絶滅危惧種という動物です。絶滅危惧種などで動物園でも飼育するときに、一頭一頭戸籍を作っています。お父さん誰、お母さん誰、ここの動物園にお引越しして子供は何頭を産んで、その子は誰でどこに行きましたという戸籍があるんですけれども、その戸籍を管理している人がこの子とこの子はここでこうペアリングして子孫を残してみたらどうでしょうみたいなこうマッチングサービスですね。でその計画に沿ってお引越しをしていくというような形になります。なのでこの子たちもそのうちもしかしたらどこかの動物園に出ていく可能性もありますし、どこかから動物、レッサーパンダがやってくるという可能性もあります。というような日本全国の動物園が協力してレッサーパンダを繁殖させることで絶滅しないように命を次世代につないでいくという取り組みを行っていたりします。これはレッサーパンダに限らず、ゾウとかキリンとかチーターとかレッサーパンダ以外の動物園で飼育している希少動物の多くに言えること。では次隣のメイタのところです。